今回はまあ近いうちにスターウォーズコラボがあったもんやけど、まあスキンは確定してって思うよね、こんな感じで。けどさ、あのどんなアイテムがついてくっかさ、ちょっと一回まとめてまた紹介しようかなって思って。まずこのアナキンスカイウォーカーのセットなんやけど、まあついてくんのがスキン、バックブリング、ツルハシ、エモート、グライダー、武器ラップらしい。まあ俺ちょっとね、にわかやからあんまりわかんないんやけど、まあ、多分あのスターウォーズ詳しい人とかさ、もうバックブリングとかエモートとかも予想できるんじゃないかな。グライダーとか、グライダーは結構できそうな気がする。俺全くわかんないけど。あとね、ツルハシはね、やっぱり今回もね、ライトセーバーが期待されてると思うんやけど、まあそれも今回はなさそうっぽいね。毎度期待されてるよな。で毎回来ないから多分どうせ来ないと思うな。なんかもしツルハシでライトセーバー追加されたらさ、あの武器のライトセーバーと見分けつかなそうやしな。次はアナキンスカイウォーカーとはまた違うね、別に追加されるって言われてるスキンなんやけど、これまだコードネームしか出てなくて、まあ、コードネームがこれで、あの翻訳したらあの幻雲の鶴って読むのかな、まあ、そんな感じのね、あの意味がわからないことになるんやけど、まあ、このセットはね、スキンとバックブリングとツルハシとグライダーとラップがね追加される予定らしい。まあエモートはないって感じかな。これはね、あくまで今現在ゲーム内ファイルにあるスターウォーズコラボのねスキンのセットの情報やから、今後ね変わる可能性もあっけど、まあ大体こんな感じらしい。まあぜひね、このコードネームの方のさ、アイテムはさ、当てることはめっちゃ難しいと思うんやけど、アナキンスカイウォーカーのさ、グライダーとかバックブリングならワンチャン当てれっかな。ぜひね、皆さんも予想してみてください。